はい、というわけでよろしくお願いいたします。くちゃねと言います。お願いします。本日の動画はカミングスーンですね。開いてませんでしたね。近日公開予定でございますけれども、無邪気な彼女の夏空に輝くウェアが登場ということで、今右上かな、右上の方の画像にはね大きく出していると思うんですけれども、シャルロットさんがね、次の明日かな、明日のガチャで登場しますということで、イエーイ。まあまあ、その予告はされてたんで、水着ガチャをこのキャラが来ますと予告はされてたんですけれども、シャルロットさんが来るということで、いいね、とても良き。まあね、オスクロールが来まして、オスクロール本家の方の水着着ててね、わーと思いましたけども、そして、ルカが来まして、そしてシャルロットが来たということでございまして、はい、オスクロールに関しては僕は持っているんですね。この衣装ですね。この衣装を持っておりまして、はい。で、ルカに関しましては、昨日の動画でね、あげたと思うんですけども、友達がね、ルカをゲットした、まあ、チケットで交換したっていう動画をあげたんですけども、そこでルカを見ましたと。はい。で、ラスト、シャルロットでございます。さあ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 、はい。まあ、シャルロットに関してはね、私はこれで交換します。はい。5万ポイントで、5万コインかな ?5 万メダル ?5 万メダル ?5 万コイン ?5 万なんとかで、交換した、アイテムがありますので、僕はこれで、シャルロットはゲットしたいと思います。理由としましては、結局、この中で現状好きなキャラはオスクロールなんですけどね、実装されてるキャラの中で一番好きなのはオスクロールなんですけれども、まあ一番使っているという意味ではシャルロットなんですよね。シャルが一番使ってるんで、うん。まあ使いやすいですしね。シンプルに使いやすい。僕は一番馴染むのでシャルロットが。だからこそこう、シャルをね、アイドル衣装、一応アイドル衣装なのかなとか、ギャル衣装持ってないので、まあね、交換はね、シャルにしようかなと思いますというところで。まあ、明後日ぐらいの動画で交換しますっていう動画はね、多分あげると思うんですけどもね。まあ、そんな感じでございます。まあ、火曜日かな。まあ、その今日のもう一個の動画見てもらったら分かる通り、キャッシュトーナメントがね、またね、セミファイナルで敗退したんで、まあ、火曜日のね、イベント結果っていう動画がないので、まあ、そこであげるのかなと思いますけど、まあ、でもあれか、インパクトチャレンジか。インパクトチャレンジがあるから、まあ、その辺はこう兼ね合いで、ちょっとまあ、スケジュールは組もうかなと思うんですけれども、まあそんな感じになっております。シャルね。これはなかなか、これなかなかいいよね。これいいよね。これいいよねって何回言うね。もう大きくしちゃっていいか。これ、この衣装よ。いや、なかなかにいいわね。めっちゃいいね。素晴らしいな。いや、シャルはやっぱこう、黒ビキニがやっぱ似合うよね。黒っぽい感じが似合うね。黒っぽい感じか、本家で出たような、まあ、緑っぽい感じ。緑かな、緑とか赤みたいな感じの衣装が似合うと思うので、まあそういう意味ではね、この黒ビキニっていう感じ。結構黒っぽい、この黒っぽいこういう衣装多いんですよね。イメージがあるので、いいですね。欲しいっていうかゲットできるけども、良き衣装ですね。ちょっとこう髪型が変わってるじゃないですか。ちょっとこう、このノーマルのシャルと違って、ちょっとおしゃれな感じにしてるじゃないですか。それがまたいいよね。このね、この今こっちのシャルはシンプル衣装なんで、シンプルシャルなんで、まあ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 、ね、ふわっとした感じなんですけども、ちょっとこう片方だけちょっとこう、なんかわかります？まあ、帝国じゃない、ソウルオブナイツとかぐらいかな。ソウルオブナイツのシャルとか結構こういう感じで見た目があったよね。まあ、あとは、どれかな。どれというとちょっと難しいけど、まあ、結構こういう髪型、この髪型もちょこちょこしてるとは思うんですけども、まあいいですね。この髪型、良きことですね。まあそれこそね、シャルは言うてそのカラーチェンジ持ってるんで、なんか水着 のカラーチェンジでよかったら、こうカラーしてもいいかなっていう。まあオスクロールはちょっとなかなかね、こう、まあ、一応現状好きなキャラだからこそ、こう、ゴルフに実装されている中では好きなキャラだから、ちょっと渋ってるんですけど、シャルはね、まあ、好きなんですけど、まあ、別にこう、ね、全然いいやと思ってるんで。
全然交換したろうかなと思ってるんでね、はい、まあ、固くなりね、あのゴルフに実装されてる中で一番好きということをね言うてるのは、まあ毎回言ってる通りルーシェが一番好きなんでね、ルーシェ来てくれ。あ、まあ、この話はまた長なる、はい、ということで、明日からね、シャルの水着衣装が登場します。まあこのオスクロールルカシャルの中ではやっぱりまあ性能面的にも考えて、まあ、人気的にもまあシャルが一番人気ということはね確かなんで、はい、まあここでね、皆さんね好きな方はゲットしてみてはいかがでしょうか。以上、終わります。チャンネル登録、高評価、X もよろしくお願いします。バイバイ。